日本語の種。こんにちは、由美です。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。質実剛健という言葉を知っていますか？質実剛健、飾り気がなく力強くしっかりしていること、真面目で素朴。 実はこれは私のモットーです。若い時はあまり意識していなかったのですが、ここ5、6年はとても意識して生活しています。質素、倹約ということにつながります。あまり見た目の華やかさ、豪華さにとらわれず、無駄をなくして質素に生きる、真面目に生きるということをよく考えます。 アメリカで生活していると大きな立派な家に住み大きな車に乗り華やかな生活に憧れている人が多いなと感じます流行を追いかけている人も多いですし食事もたっぷり食べます日本では腹八分といって健康で長生きしたければ食事は 80%程度で抑えなさいと言います。これを知らない人、まあ、日本人以外の人は、お腹がいっぱいになるまで100%、120%食べます。だから太ってしまうんですね。家も日本の昔ながらの家は質素です。無駄なスペースはありません。 狭い空間をうまく使って生活しています華やかな着物もありますが日本の着物って一番美しい帯は後ろに結びます後ろ姿からしか見えないんです高い着物は裏地に細やかな刺繍があったりします あまり表面的な美しさを強調しない文化です。表面よりも内面を充実させるという考え方ですね。質実剛健日本では天皇でさえ、贅沢はしません。まあ、鎌倉時代の武士みたいな生活を想像していただけるといいんですが。禁欲的な生活。 毎日武芸の稽古をして質素な食事をとり家族と仲良く過ごす私は日本人のせいか贅沢で華やかな生活よりこっちの方がいいなと憧れますね。とは言ってもたまには贅沢はしたいですけれども年に12回ぐらいでしょうかちょっとリッチなホテルに泊まって。 ビーチでのんびりするそういう日も欲しいですが毎日は結構です日合憲。今私はダイエットをしているのでこういう話を思いつきました食事控えめ運動多めお酒も飲まないレストランにも行かない、まあ、ダイエットは「質実合見」の実践なんだなと思って頑張っています。 このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、マコトプラスメンバーになってください。www.makotoplus.com を見てください。それではまた。日本語の種でした。